お願いします。まず今日で宮崎キャンプ打ち上げとなりましたけども、この2週間宮崎でキャンプして、自分の調整具合とか時間ですか。自分としてもしっかり練習ができましたし、怪我もなく、とりあえず宮崎は終えれたので、そこは良かったなと思います。どうしよう、今年は例年と違って人数が少ない中での練習になりましたけども、そういった良さみたいなものはありましたか。やっぱり初めはどうなるのかなとは思ったんですけど、人数が少ない分、量もできますし、時間も全体練習早く終わるので、自主練にしっかり時間を当てることができたなと思います。今日最後ピッチャーの球を2回目だったと思うんですけども、今日かなりいい当たりが何本か残っていたと思うんですけど、その辺ってはご自身どういうふうに思われますか。前回の実戦から、少しもうちょっとこうしようっていう、いろいろあって、それを今日試して、まだまだですけど、しっかり、もっと良くしていきたいなと思います。明日沖縄に移動してですね、そこで3と合流して、実戦とかも始まっていますけども、残り2週間どんな風に過ごしていきたいか、目標というのはどうですか。まずは、怪我なく、その中でしっかり練習ができるように、頑張りたいなと思います。ありがとうございます。テレビ以上です。